ちは。ちょっと今子供が寝ているので、少しだけあの後についてをアップデートしたいと思います。またコメントについてはゆっくりお返事をさせていただきたいんですけど、一つ一つ本当に読ませていただいております。ちょっと携帯の調子も悪くて、なかなか動画をね喋れなくてあれなんですけれども、あのあと少し言い合いになって、私はお酒をねとりあえず全部捨てたんですけど、どうやら彼はね隠し持ってて、どこかに、でその隠してるところがどこか分からず、まあもう捨てても捨ててもキリがないっていう状態でした。で小競り合いになって、やっぱり飲んでる人に向けてまともに話し しようと思ってもできないのは分かってるんですけど、売り言葉に買い言葉じゃないですけど、また嫌な態度で喋ってくるので、私の怒りゲージも上がりまして爆発するんですね、いつも本当に。でまたね、なんか根拠のない、なんか自分にはロイヤーがついてて、ロイヤー弁護士さんをねこうやって言ってるから、あんたは何もできひんみたいな感じで、それをね鼻で笑って言ってくるんです。私的には、誰がそんなアルコール依存症の人がねそうやって有利に立てるのか、何を根拠に喋ってるのか本当によくわからないんですけど、彼の中でねそういう弁護士が裏にいるみたいなのを言って、私に脅迫をしてくるわけですよね、その子供に対しての脅迫を。で、まあそれは置いといて、もう話が拉致が開かないし、もうずっと飲み続けてるし、部屋中臭くなるし、もう飲むんなら出てってくれと頼むから、飲むのはもう止めないので出てってくださいと。でも彼は自分の家でもあるから、ここにおるみたいな、飲みたいしここにおるみたいな、いくら私にも娘にも悪影響だからって言っても、まあ普通のことが通じないので、まあしょうがないんですけど、もう一方つながりなので、警察を呼びました。で警察をね呼んでも別に、なんか何をしてくれるわけでもなかったんですけど、ちょっと期待を込めて、前回頑張って訴えた時に一時拘束みたいなのしてもらったことがあるので、それで呼んだんですけれども、まあ、私に心的暴行を加えるとか脅迫とかをしているわけではないので、ただ本当に客観的に見たら普通に家で飲んでるだけっていうことになるので、警察の方は何もできないんですけど、まあ話し合いでとりあえず一旦彼はホテルに行って、ちょっと家を離れてお互いちょっと距離を空けるという感じで、ということで話が収まって、警察の方が彼を連れてってくれたんですけれども、彼はホテルに泊まらずにそのまま帰ってきて、歩いて夜中の3時ぐらいに自分家の私の家のもう小窓をぶち破って壊して入ってきました。でその次の日ですね、昨日はそれでもうずっと飲み続けてるんですよ。日本でいうウーバーイーツみたいなんで、もう携帯で注文してお酒をねで飲んでるみたいな感じだったんです。で私の前でもレイラの前でも娘の前でも平然と飲んでて、もう一周っていうかアルコール臭さを漂わせながら、で自分は酔ってないような平然なふりしてニコニコ笑ってなんか言ってるんですよ。でこっちも腹立つじゃないですか。でまたそれで言い合いになるんですよね。もう頼むから飲むなと、とりあえずあなたの仕事はただ飲まないことだと、まあ、言っても止められないのが依存症なんですけど、もう腹立ってきて、それでもまともじゃない人に腹立ってもしょうがないんですけど、でも私ではもう手に負えないので、まあ毎回あれなんですけどね。でレイラにもね悪影響だし、もう彼が
部屋にこもって飲んでる時に黙ってあの荷物をまとめて出てきました。で、今はちょっと場所は言えないんですけど、安全なところに避難をしています。でシェルターとかっていう話もね、コメントでたくさんいただくんですけど、シェルターにもね、まあ、一応連絡は取ってみたんですけど、やっぱりそうやって心的暴行を加えられてるとか命の危機がある人がやっぱり優先されていくので、私の場合はそんなになんか重度じゃないので対応できませんということで断られましたね。で本当にコメントの中でありがたいのが、ちょっと子供が起きそうなので早口になっております、すいませんけど、子供そうじゃなくて、コメントでね、私も知らなかった情報とかあって、そうやって移民の人向けにそう問題がある状態の人たちのために私の彼がスポンサーするんじゃなくて、そういう団体がスポンサーをして永住権が取れるみたいな話とかもあって、でそれで自分なりに調べてみて、まあちょっと動こうかなっていう感じに思っております。でやっぱりこういうことはこう事件が起こってる最中に大きな決断をするのは、私はそれでたくさん失敗をしてきているので、今どうしようとかは考えてない、まあ、なんとなくこの道とこの道とこの道ととかっていろいろ考えはするんですけど、決断することはせずにちょっと落ち着いて時間をかけて私の人生にも子供の人生にも、もちろん彼の人生にも大切なことになると思うんで、決断を下すときって、まあ、冷静に考えてやろうと思ってます。でも本当にコメントで私はもっと誹謗中傷を受けるのかなと思ってたので、すごい動画投稿をするのにね意味があるのかなって、まあ、勇気もあったりいろんな気持ちで投稿をこうやって今もしてるんですけど、でも、もう本当に自分の中で抱えきれなかったし、まあ、自分のはけ口っていうかそんな感じでね投稿してて、まあ、一応記録のためっていうのもあるんですけど、でも意外にもやっぱりこうやって海外だけじゃなくて日本でもいろんなことで苦しんでる人、同じような状況で苦しんでる人もいるんやなって思って、なんか一人じゃないし、なんかみんな私だけじゃないなって本当になんか思いました。本当にもう今も感情がすごいごちゃごちゃしてて、考え方っていうかいろんなことが頭の中にごちゃごちゃしてて、こうやって外にいるけど彼は未だに探してるんですね、私のことを。だから見つからへんかなとか思いながらドキドキしてたりするんですけど、でも、まあ、子供をねずっと引きこもりにさせとくのもエネルギーがちょっと有り余ってかわいそうだし、なんとかね連れ出してるんですけれども、本当に話がねまとまってなくて、考え方もコロコロ変わったりしてあれだと思うんですけど、前まではちょっと多分昨日とか一昨日までは、まあ、構築じゃないけどそういうのも考えたりとかしてて、何が一番いいのか未だに分からないんですけど、でもとりあえずなんか自分で自立できるように、本当にいざとなった時に自立できるようにすぐ動けるようにはしたいなと思ってるんで、その私はビザ関係をちゃんとするのと、あとは子供のことを、まあ、いろんなところにちょっと今から相談していろいろやらなあかんっていうか、やりたいなってすごい思ってて今いろいろ調べてるところです。はい、でとりあえず昨日はあのあとね本当に荷物をまとめて一応移動したりとかで、さっきも警察の方が彼が被害届じゃないや行方不明届みたいなんだして、警察が私のことを探しに来たりとかしてて、ちょっと話したんですけど、まあ別に私には何も非がないので、彼に私の居場所を教えることもないし、私の安全が一番ということで、もう
それで収まったんですけど、彼も多分今日も今も飲んでて、もうわけわからないテキストを送ってきてるんですね。こうアップダウンがあって、もう文面からして酔っ払ってるんやろうなっていうのはわかるんですけど、ちょっと調子がいい時はもう私になんか謝ってきて、私に親権を譲るから日本に帰るんやったら会いに来てもいいって許可をくれるんやったらいいですって言ってきたりとか、でそれで もうずっと無視続けてるんで、彼も多分ストレスが溜まってるとは思うんですけど、私はその酔っ払いの人と話すエネルギーもないし、時間も割きたくないし、関わりたくもないので無視してるんですけど、なんか F ワードとかもっとひどい言葉とかをテキストしてきたりとか、そうやってアップダウンが激しくて、もうわけわからないこと言ってます。私のパスポートを使えないようにして、レイラがだから日本に帰れないようにしたからみたいな、わけのわからないこと、誰が人のパスポートを操ることができるのかよくわかんないんですけど、なんかそういうことを言ってきたりとか、まあ、幻覚なのか幻想なんていうんですか、想像の中で、そう彼の中でそうなってるのかよくわからないんですけれども、まあ、今も無視してるっていう状況です。で今日はとりあえず本当に安全な場所で、昨日も安全な場所でやっと少しだけ眠ることができて、ご飯もね全然食べれなかったんですけど、ちょっとだけ食べることができて、今もずっと気持ち悪いんですけど、まあ安全なところで少し落ち着いてますって感じです。レイラも泣かずに楽しんでくれてるので、違うスペースでちゃんと寝れたし、彼女もって感じです。本当に皆さんコメント本当にありがとうございます。一つ一つ読んでるんで本当に励みになっております。またコメントのお返しとかそういうのゆっくりできたらいいなと思うんですけど、なんせこういうちょっと状況の最中 なので、どういう風に動画が撮っていけるかわからないんですけど、ちょっとリアルタイムに、まあ、記録として私の吐き口としてもこのまま投稿できていければいいなと思ってるんですけど、本当に同じ状況の、まさに今同じ状況の人もね、コメントで教えてくださった方もいるし、こうやって私みたいにねなんかボロボロな人もいるので、励みじゃないけど、そういう方にも今辛い方にも頑張ってほしいなって思います。まあ一緒に頑張るじゃないけど、辛いけど頑張りましょう。ではもう泣きそうなのでこの辺にしときます。また動きがあれば更新します。ありがとうございます。